イナッピーは愛知県稲沢市の市政50周年記念事業により誕生したマスコットキャラクター。2010年度のゆるキャラグランプリでは全国10位に選出された。なお、本校では稲沢市の他のマスコットキャラクター、サトピー、年ンについても記す。稲沢市が平成20年に市政50周年を迎えるにあたり、記念事業の啓発、宣伝や、 半世紀を迎えた死をより多くの人々に PR するために公募により平成19年に誕生した。作者は山本彩香さん。モチーフは頭は稲沢史徳さんの植木と足束。体全体は胃腸、鉢巻とふんどしは国府具は高祭りをイメージ。平成24年11月1日には特別住民票が交付されている。 現在は、市内のみにとどまらず、主に、市がふるさと観光大使を務めるアーティスト西川、高則のキャラクターである多母君と、ペアで各地のイベントに登場している。頭は、稲沢市徳さんの植木と足束、体全体は、胃腸、鉢巻きと、ふんどしは、国風具はだか、祭りをイメージしたデザインとなっており、市の中心駅である、河野宮駅と森上駅の駅員室には、 ぬいぐるみが設置されている。また、稲沢駅西口と河野宮駅地下改札口には、実物大のモニュメントが展示されている。稲沢市観光協会にて取り扱いを行っており、市内のスーパー、市役所等で発売を行っている。また、無料通話アプリの LINE では、クリエイターズスタンプを発売している。ありがとうございます。